こちらが PC パッドで無操作の映像です。こちら側はスティックやボタンは一切触っていません。皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。今回はですね、パッドとマウス&キーボードについて、様々な議論が起こってるんですが、それについて考えていこうと思います。FPS、TPS において、パッドというものに対して、コントローラーですね。以下はパッドと言います。パッドに対する考え方に関してですね、様々な議論が、起こっています。ある一例を挙げるとですね、とある超有名な APEX の海外の配信者の方がいらっしゃいまして、その方が、公式大会の最終試合が終わった後、ディレイがかかった状態で、途中で配信を切ってですね、で、中断して、その後ですね、Twitch には、ホスティングっていう機能があるんですけど、いわゆるそのですね、他の配信者の映像を映すことができる機能があるんですが、その後、パッド配信者の映像に切り替えるといったことがありました。その大会ではですね、マウス&キーボードを使用していた有名プロチームがですね、次々と敗退して、パッドを使用していたチームっていうのがですね、プロチームじゃない方々も含めて、そういうパッドのプレイヤーが活躍するといったことがありました。これをきっかけにですね、Apex Legends のパッドについての考え方を考える機会というのが増えてきました。それからとある有名なプロチームのですね、プロプレイヤーが Twitter にて、私は4000時間マウス&キーボードでプレイしてきたが、15時間練習したコントローラーで今回の大会には自信を持って参加する。これは普通のことじゃないという発言を残しています。他にもですね、公式大会の世界覇者の有名プロチームのプレイヤーでもパッドを使用してですね、ランクマッチ、プレデターという一番強いランクマッチでですね、すごくいい成績を残したりとかですね、あとは、日本や海外のランクマッチのプレデターの上位層にパッドプレイヤーが食い込むといったことも珍しくなくなってきました。最近ではですね、マウス&キーボードを長年使ってきたプレイヤーっていうのが、そのパッドに移行するっていう流れも多くなってきました。私もそのうちの一人でですね、最近はパッドでも練習するようになってきました。これはですね、APEX だけではなくて、他のシューティングゲームでもこのようなパッドについての議論っていうのが、たびたび起こっています。なぜパッドが強いと言われるのでしょうか。キーボード&マウスについて先に考えていこうと思います。キーボードマウスはですね、左手でですね、5本指を使って操作することができます。小指、薬指、中指、人差し指、そして親指と、たくさんの、キーを押すことによって、左手で複雑な操作がですね、可能となっておりまして、キャラコンとかですもですね、マウス&キーボードの方が有利というのはよく言われております。で、それから右手ではですね、マウスで、精密なエイムっていうのが可能になっておりますし、あとはですね、リコイルコントロールっていうのがあるんですけど、こちらのですね、反動制御っていうのもマウスの方がしやすいとよく言われております。で、それからですね、マウスであったらですね、低い感度でもですね、マウスを大きく動かして、マウスパッドをね、大きなものを使用すれば、マウスを大きく早く動かすことによって、いわゆるロー選手ですね。ロー選手でも、瞬時の振り向きが可能となっております。はい、次にですね、パッドで操作してみようと思います。パッドはですね、基本的にはですね、薬指と小指っていうのを使うプレイヤーっていうのはかなり少ないですね。中指、人差し指、親指の3つしか使えません。ですので、本数的にも、マウスには劣ってしまうというところ。で、それからですね、複雑な、キャラコンですね。あ、間違えましたね。複雑なキャラコントロールっていうのは、もちろんできる方もいらっしゃるんですが、基本的には難しいと。キャラコントロールが難しいと言われています。で、それからですね、振り向きが一番わかりやすいのかなと思うんですけど、私の感度の場合、180度振り向くには、これだけ時間がかかります。最速でこれだけ時間がかかります。設定のね、加速とか、その辺の兼ね合いもあるんですけど、私の場合はこれぐらいかかります。
一方ですね、マウスに切り替えます。マウスの場合はですね、もう瞬時に、はい、こんな感じで、もうパッとマウスを動かせば瞬時に振り向くことができます。まあ、こういった点からもですね、まあ、基本的にはマウスの方が理論上は強いというふうに言えると思います。では、なぜですね、パッドの方が、まあ、強いとか、いうふうに言われているかというとですね、エイムアシストっていうのがあります。エイペックスの場合はですね、お互いの HP が、非常に高い、お互いが硬いゲームとなっております。前回出した動画でもお互いが硬いので、硬い、ゲームに対しての立ち回りが必要だという、話もしたんですけど、たくさん弾を当てなければなりません。例えば、まあ、慣れ親しんだ武器でいきましょうか。R301 の場合は、15発。まあ、現状の、R99 であれば、17発も当てなければなりません。他のゲームであれば、割と、一発で倒せるゲーム。バロラントとかそうですよね。頭に一発当てれば倒せます。他のゲームだとね、4、5発で倒すといった状況の中で、これだけ弾を当てなければいけないという状況が生まれています。で、さらにですね、まあ、こういうレレレ打ちだったり、屈伸打ちだったり、まあ、あるいはジャンプだったりとか、このゲームは止まって打つゲームではなくて、激しい動き、お互い激しく弾を避けながら、打ち合うゲームですので、常にその激しい動きをしている相手にエイムをこう合わせ続けなければならないというゲームとなっております。ですので、相手の動きが、素早く、そして、相手自身の HP が高いので、常に当て続けなければならないというのが Apex の最大の特徴と言えると思います。その状況下において、このエイムアシストっていうのがあるかないかっていうのは大きな差となってきます。はい。ではですね、エイムアシストがどの程度あるのかというのを実演したいと思います。先にキーボードで、動いてみます。敵を前にしてももちろん、カメラの移動というのはありませんね。はい。そのまま、移動することができます。次にパッドで、動いてみますね。パッドの場合、わかりますかね？相手に対して、まあ、厳密には吸い付きではないらしいんですが、わかりますかね？相手を中心にカメラが動くようになってます。これは左右の動きしか行っていません。この右スティックは一切私は今動かしていません。こういうふうに動きます。で、それからですね、動いてない状態で、やったらこうなります。はい。動いてない状態で、相手の方にですね、全くこちらは操作していないにもかかわらず、相手に、対して、まあ、エイムアシストっていうのが働いています。まあ、実際のところはなんか自分が動いていたらまた状況は違うみたいなんですが、エイムアシストっていうのはまあ大体こんな感じということでですね、まあ、補正が起きるわけですね。相手を狙い続けてる最中に、補助が働くわけです。この補助がですね、やはり、先ほど説明した、激しい打ち合いの中ではかなり重要な、要素となっています。で、私自身ですね、最近パッドの練習を始めたんですが、もちろんね、私のプレイスキルっていうのはかなり低くて下手くそなんですが、パッドを使い始めてから、ワンマガジンで敵を倒しきるという場面が増えてきました。まあ、こちらはですね、あんまり、まあ、うまいプレイではないとは思うんですが、こんな感じで、ワンマガジンで、倒せるっていう場面がかなり増えてきました。近距離戦闘であれば、まあ、自信を持って戦いに挑むことができるようになりました。で、それから先ほども少し説明したんですが、マウス&キーボードに関して言うとですね、この配線紙よりもですね、こういうちょっと酔ったらごめんなさい。理論上はですね、来た時にすぐ反応できる、この、高感度、配線紙
っていうのが基本的にはまあいろんな敵にすぐ瞬時に対応できるので強いはずなんですが、マウス&キーボードにおいてはローセンシーっていうのが強いと言われてます。まあ理由としてはですね、人間ですからやっぱり緊張したりとかですね、大会とかだったら緊張してこう手がこうちょっと震えちゃうとか、あとはまあその日ちょっと体調が悪かったりとか、まあコンディションが悪いとか調子が悪いとかいう時にもですね、選手を下げれば下げるほど影響が少ないと、まあ、ちょっと手が震えたぐらいじゃブレないですよね。例えば、海選手ですとちょっと手がブレるだけでこんだけ大きく差が生まれるわけですね。で、ですので、まあ、ロー選手が強いと言われているのはその辺にもあります。まあ、こういった、ものにもちょっと似てるのかなと。まあ、結局、操作するのは人間ですから、ミスとか、あるいは調子に左右されることとか、まあ、緊張とかっていうのがあります。そういったですね、まあ、余計な部分っていうのを、少しでも補助してくれるっていうのがまたエイムアシストかなって思いますね。エイムアシストがついていればですね、まあ、ちょっと緊張してスティックがブルって震えちゃったとしても、まあ、敵に対してのエイムアシストが働くので、まあ、そういった点でも、まあ、強いと言えるのではないでしょうか。まあ、ちょっとこれはですね、例えがちょっとま微妙かなっていう部分はあるんですけど、結局、まあ、人間なので、エイムに関してはやっぱりアシストは、まあ、ないよりあった方が強いといったところですね。特にエイペックスだと近距離戦闘がめちゃくちゃ多いですよね。最終的にはもうこのくらいの距離で戦うってことは多いですから、このくらいの距離でしたらまあ複雑なキャラポンっていうのも必要ないですし、その中でエイムアシストがあるのとないとのないのとでは、まあ、かなり命中率っていうのは変わってきますといった点で、パッドの方が有利っていう方が多いのかなっていうふうに思います。はい、ということでですね、今回はパッドの説明をしてみました。ぜひですね、パッドしか、使ったことがない方はですね、マウス&キーボードを使用してみて、どういった感じになるのかとか、あるいは、パッドを使ったことない方は、パッドをですね、ぜひ使ってみてほしいです。それぞれのですね、有利な点、不利な点っていうのはあるんですが、まあ、そこはやっぱり自分に合ったものっていうのを選ぶべきですし、あとはですね、Apex Legends も、まあ、今ね、R99 が、この物資武器になって、で、まあ、いろんなレジェンドが修正されたりとかですね、まあ、環境が大きく変わります。でもその環境に対して、もちろん意見を上げることも大事なんですけど、最終的には適用をしなければなりません。まあ、どんだけ好きなレジェンドがいたとしても、まあ、強いレジェンドに最終的に落ち着くってこともあると思いますので、まあそういったことでですね、自分が、マウス&キーボードを使うのか、あるいはまあパッドを使用するのかっていうのもまた一つ環境に合わせるっていうことにもなるのかなっていうふうに私自身は考えます。まあ、とりあえず私は今はパッドを、頑張って練習するという結論に至ってますね。必死に頑張ってます。まあぜひね、生配信とか動画とかもね、たくさん上げてますので、よければ合わせそちらも見ていただければと思います。ということでですね、今回はマウス&キーボードとパッドについての解説をさせていただきました。他にもですね、いろんな動画を上げてたりとかですね、生配信もしてます。Twitter とかもやってますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter フォローなど、コメントもね、ぜひお待ちしております。皆さんはどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひ私の参考にもしたいので、どんどんコメントしていただければ幸いです。といったところで今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。